ッチ開いてる。ドラゴンみたいなモンスター。これ近づかない方が良さそう。ノコギリガード集中砲火だ。覚悟しな。逃がさねえぞ。クラウドは近づくしかないんだけど、魔法どうだろうな。氷とか使ってみるか。動きは遅い。サンダーの方が効くかな。サンダーどうだ。頼られちゃな。パーティーが切り替わった。マジか。ならエアリス。私の出番を届け。おい、誰を。おお、ローリング。ローリングしてるけどあんまり当たんないな。あ、勝手に倒れた。こうだ。打撃あんまり効いてないな。ガード判定になってる。これは走ればかわせるな。おお、カメラがすごいことに。体力を万全にしておこう。あー、サンダガがもう使えない。こいつ絶対寝ないんだよな。エーテルターボ使っちゃおう。これ気をつけてね。いいとこ見せなきゃ。よし。これはかわした方がいい。外側にいれば当たんないか。当たるな。私がしっかりしないと。よし、攻めてこ。当てる。そうでなくてはな。データは一通り揃った。検証を次のステージへ移すとしよう。
やった動くみたい。エアリス生き返ってる。というか今セフィロスがジェノバを、これも罠？エレベーターは安全。そっか、そうだね。しないね。音がする。これドアぶったたいてるクラウドとバレットじゃないの？そうだよね。こっちから鍵がかかってるんだ。開けてあげよっか。ああこれか。さっさと抜け出して屋上へ行こうぜ。向こうにエレベーターがある。ん？動くかどうかは北条次第だが。動かしてくれなさそう。いい加減脱出用ヘリに行きたいんだけど。あ、いた。よかった。エレベーター動きそうだね。北条め、気が済んだようだ。はははサービスした甲斐があったぜ。戻ってきたね。あ。おい。ようやく破壊されてる。引きちぎられてる。どうなってやがる。誰が。行き先は同じか。行こう。やだこの液体、踏みたくない。この上ってよ。社長室、その先が屋上だ。社長室。待って、この先行ったらもう戻れない。大丈夫だよね。あ、さっきのエレベーターを使えば中央端末までは戻れる。気がかりがあるなら今のうちにな。そう言われるとお前アイテム見落としてるぞって言われそうなんだけど、行っちゃいます。問題ない、行こう。これは血なのか、ジェノバの血か。ああ、社長室に続いてる。なんつう豪華さ。こっちか。
プレジデントの野郎どこ行きやがった。セフィロスは。待て、何か聞こえる。誰かいないか。ん、ガラスが。おい、え、どこで助けを求めてる。外か。出れる。ごめんね、助けを求めてるところ悪いけど、ちょっと休憩させて。誰かいないか。ここにいます。助けてくれ。ちょっと待ってね。どこどこどこ。おい、誰かいないか。おい、そんなところに。おい、誰か、誰かいないか。助けてくれ。助けてくれ。これは愉快な状況だ。頼む。てや、限界だ。謝礼ならいくらでも。金じゃねえんだよな。助けてくれ。助けてくれ。望みを叶えてやろう。俺の望みはささやかでよ。お前が死ねば9割方実現したも同然。残りの1割の話をしないか。大したもんだぜ。この状況で交渉するつもりか。バレット、やめて。ミッドガル中に放送するんだ。まずあんた自身の口から七番街の真相を伝えてもらおう。それから俺たちの名誉の回復。アバランチは誰の手先でもねえ。星のため、市民のために命を懸けてシンラと戦う。それがアバランチ。その俺たちにシンラは屈したと宣言するんだ。なるほど、名誉の回復か。ふん、それは重要だな。マコーロの停止や星の未来より重要というわけだ。ああ、天武。甘いのだよ君ら。真相、名誉、自由、勝利、なんと利己的なことか。しかもだ、神羅なき後の未来像、魔皇なき世のビジョン、何もないのだろう。いつ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば、市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか。正義の執行者気取りはさぞ楽しかろうが、潮時だ。今一度正義とは何かをよく考えたまえ。持ち時間はほとんどないまで。一つ教えてくれ、てめえの正義は何だ。バカめ、すぐにゴミになる包み紙などいらんのだ。重要なのは決断と実行。好機はまずつかめ、邪魔者は即座に排除、やれることは躊躇なく。てめえ！
ジェノバだ。勝った。魔法使ってみよう。腕があるんだ。どっちでもいい。落ち着いていけ。さあ行くよ。はいはい。と危ない。腕破壊。まあ、追ってくるなこれ。危ない。よし、エアリスには回復に専念してもらおう。サンダー、よし、両腕破壊してる。いいぞ。レッドサーティーも戦ってくれてる。再生。こいつ炎の方が効きそうだな。あ、両腕再生してる。体力は問題ない。出た、またこれだ。なんかバフ系魔法ないな。こいつ、こいつ、あ、これ直す魔法だもんな。ジェノバに関してはどこをかけても効く気がしねえ。よし、腕破壊してる。ブリザード、あんまり効いてないな。絶叫、危ない。クラウドが大ダメージを。任せるね、頑張るね。また再生した。リフレク。ティファ危ない。エアリス。よし、とりあえず腕が再生するなら腕をさっさと破壊した方がいいよな。どう？協力してこ。腕、ちょっとそこ危ない。ティファ止められた。召喚獣呼ぶか。イフリート、出番。そっちは任せ。レーザー、あぶね。これにヒットするとストップ効果を食らっちまうんだ。な、全員食らった。エアリス頑張る、ね、フレアバースト。全員の体力を回復させておこう。フレアバーストめちゃくちゃ効いてるわけでもないな。右腕、ああ拘束された。またリフレクか。うわー強え。回復を。リートがそろそろ消えるな。助かった。これで半分ぐらいか。勝手な。
ヒートはしてる。危ない。エアリス。はいはい。よしやっちゃおう。出た。尻尾みたいなやつ。いや触手か。効かない。周りのやつを破壊するか。触手。オッケー。触手を壊せ。よし。祈りと。まだ触手があるな。痛い。これを全部破壊しないと多分攻撃が本体に入んない。めっちゃ触手あるな。よし。触手は結構柔らかい。 OK。 うわ、また出てきた。これは食らいたくない。OK、 危ない。触手が多いな。 OK、 触手 P Z まであんのかな、これ。触手系。これで対象はあと J か。回復をティファ連携しよう。さあ行くよ。よし、いや、リミットやっちまえ。効くかな。うわー、効いてない。さあ出番だよ。また触手か。オールブロックだ。効いてはいるな。あー、捕まれた。よし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 。クラウド、待って、またブロックになってんな。触手出た。よし、オッケー。リフレクもう使った。もう少しでバーストなんだけど。ダメだ、バーストしたらリミット技を使いたい。エアリスもリミット溜まってる。で、祈りをやってもらって、チャンス。よし、リミット、チャンス。何今度は。また触手出てきた。危ない危ない危ない。回復、全回復しておこう。触手はもうないか。 OK。あ、効かないな。バリア神父か。危ない。ブリザが
バイオガか。直しとこう。消えた。パイが祈りだ。痛い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 。範囲が広いな。また触手出てきた。OK。 祈りでしょ。触手はあとこいつか。OK。 ファイが危ない。こいつもなかなか接近しにくいな。またリフレク発動してる。バーストさせないとな。オッケー。クラウドエーテルターボ。ジェノバがあと少し。強力な魔法をブロックされる。危ない。エアリス祈り。いや体力面は調子いいよ。あと少し。ありがとう。セフィロス飛んでった。社長はどの道殺されたけど。